大丈夫ですよ、助けに行かなくて。大丈夫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 、濡れるから。お前しっかりつけてばどこで投げてんだよ、お前参っちゃうよお前、俺三冠王だよお前、分かってんのかな。ね、よくね、うん、打ちましたよね。そうですね、はい、そしてツーアウト三塁、3番清原ですが当たり損ないのサードゴロが内野安打。あのね、松井の前でね、清原よくつないだんですよこのシリーズね。ですよね、ジャイアンツ2対1、1点リード、勝ち越し。ここで王監督素早く決断、3回の裏先発永井は雑と言われても仕方がないけれども、とにかく積極的に打っていきたいと話していましたが、とんでもないボールを投げてしまいました。どうしましたか。吉見が両膝に手をついています。一塁側から戸森コーチも走ってきました。ということはまず見極めることができるか。ピッチャー、ボール、ダッシュ、ピッチャーの前、サードシスル、送球それました。戸上の送球それています。自分で自分の足を引っ張った形になりましたね、まあ、完全な正面ですからね、はい、これは間違いなくおお、サードですですよね。ちょっと飯田コーチの方投げましたね、今日は4回打席に立ってヒットなし。叩きつけた、サードはどうへ、さあ補正まで帰ってくる、金本がやはり投げられません。追加点ベイスターズ、まあ、今の金本ですと前進守備でもあれが目いっぱいの守備ですか。もう今サードコーチはどこのチームをサードコーチだと回しますね。はずにもカットマンにまでもこう届かない板だっていうかな、はい、よっぽどよ。アルモンテに対してのこのボールがワイドのピッチで大島ホームイン、これで1点先制。バッターから見てナイスボールかどうかっていうのは本当、応接してボーリックは三塁へ、ワイルドピッチ。山本監督も思わず笑みが出ましたが、こちらを追いかさあ、その間に